厚生労働省は先ほど会見を開き、クルーズ船ダイヤモンドプリンセスで業務していた厚労省の職員と検疫官合わせて2人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。また JR 東日本のグループ会社の男性も感染していることが新たに分かりました。ダイヤモンドプリンセス号の船内で、事務事業に従事をしておりました、厚生労働省の職員1名が、新型コロナウイルスに感染したことが感染されたと。感染が確認されたのはクルーズ船ダイヤモンドプリンセスで作業に当たっていた40代の厚労省職員1人と50代の検疫官1人です。2人とも現在は入院していて、厚労省は濃厚接触者の把握を含め疫学的な調査を進めていくとしています。また JR 東日本は今日、横浜線の相模原駅で働くグループ会社の男性社員が感染したと発表しました。男性は事務作業を担当していて、接客業務はしていませんでした。男性が接触したとみられる社員9人は、明日以降ウイルス検査を受診するということです。この時期に患者の増加のスピードを可能な限り抑制することは、今後の流行を抑制する上で極めて重要です。こうした中、厚労省は、国内で感染者が大幅に増える時代に備え、専門家会議を開きました。会議では、新型肺炎の感染経路について、空気感染はほとんどないと考えられているが、それだけで説明できないケースも出てきているとの指摘があり、感染の要因を整理して国民に伝える必要があるなどの意見が出ました。政府はこうした議論をもとに、明日にも対策本部を開き、新型肺炎対策の基本方針を決定します。中国では今日までに死者2592人、感染者は7万7000人を超えました。最も深刻な湖北省武漢では、封鎖から1ヶ月が過ぎた今も中心部にあるスーパーは閉められたまま、通りにも人の姿がほとんど見当たりません。武漢に住む女性は、こちらにこもって1ヶ月になります。各マンションではネットで共同購入して、野菜や果物を門まで配達してもらいます。人生で一つの都市が完全に閉鎖される状況に遭遇するなんて思ってもみなかった。中国メディアは徐々に感染の拡大が緩やかになっていると強調しますが、新型肺炎は短期間では収束しないと思う。あと 1,2 週間ではとても無理です。長引く封鎖の影響は経済の中心地上海の日本企業にも及んでいます。物流大手日本通運では、ドライバー不足や交通規制などの問題に直面。毎日対策会議を開き、対応に追われています。回復率はこれからは伸びないと思います。お客様の操業は上がってきますので、これから非常に対応を苦慮することになると思います。中国内陸部の中央に位置する武漢は、物流網の最重要拠点の一つ。日本通運も武漢を通るルートで自動車や電子部品を日本向けにも配送してきましたが、この1ヶ月はほぼストップする事態に。そのため武漢を通らずに運ぶための新たな物流ルートの開発を急いでいます。トラックモードが一番影響があったんで、これは鉄道に切り替えて、スムーズに輸送するとかですね、全国範囲であるようなネットワークがあるんでですね、関係先も多いんで、このような対応で今進めてます。スペイン・バルセロナ、年間900万人の観光客が訪れるこの街に異変が。去年の今頃は MWC に参加していたよ。経済的な損失を被ったね。 MWC から事前に注文されていた商品のお金は回収できないし、参加費用も戻ってこない。世界最大のモバイル機器見本市
MWC モバイルワールドコングレス。毎年世界中から10万人以上が訪れる一大イベントが新型肺炎の影響で中止となりました。バルセロナの経済損失はおよそ600億円とみられます。バルセロナの巨大展示会が中止になったことを受け、代わりのイベントが開かれているのですが、急な準備だったこともあり、受付の方のテーブルもこうした木箱でできています。代わりに急遽開かれたのが、 MWC に出展する予定だった関係者向けのイベント。 MWC 中止の影響はありますが、イベントなどを通じて損失を取り戻せる自信があります。こんにちは。バルセロナ在住の日本人、渡辺さん。MWC では日本の大手通信会社の通訳をするはずでした。コングレス自体が中止になったという連絡がメールで来て、でそれに伴って渡航ももう全部キャンセルになったということだったので、なしになりました。お金的にはどうなんですか？ゼロです。10万円以上得られるはずだった収入がゼロに。 MWC の中止を受けて、中国のファーウェイは独自の発表会をロンドンで開催。登壇者は2週間以上前に中国を離れた人に限られました。ヨーロッパ市場はファーウェイにとって非常に重要です。ヨーロッパで多くのお客様を抱えていて、そのニーズも分かっている。我々は課題を解決する技術を持っています。次世代通信網 5G の分野でアメリカから排除されるファーウェイにとって、ヨーロッパは外すことのできない市場。発表会をしないわけにはいかなかったのです。さらにソニーも先ほどバルセロナでお披露目する予定だった最新スマートフォンの発表会をオンラインで開きました。 5G に対応する勝負の機種で、ファーウェイと同様発表会は欠かせませんでした。ヨーロッパも、ね、特にイタリアが ね心配な状況ですからね。で、先ほど VTR でもお伝えした中国の武漢なんですが、今日人の出入りを一部解除すると発表したんですが、わずか数時間後に撤回したんですね。企業もそうですが、政治も依然として混乱が続いてますね。そうですね。